ル、2およそ300メートル、3およそ500キロメートル。さあ、1、2、3どれが正解でしょうか。わかった人手を挙げてください。中島さん、正解します。はい、では真ん中の500と答えていただきました。はい、500。さあ、正解はどうでしょうか。はい、正解です。はい、500キロメートル正解です。これ500キロメートルで走れるようになると、例えば東京名古屋間だとどれぐらいで走れるようになるんですかね。そうですね、1時間ならないぐらいです。ってことは今のさっきね、早いよって言ってた望みよりも随分と、そうですね、早く移動することができるようになるんですね。すごいですね。ちなみに今、どこの駅に泊まる予定ですか。そうですね、東京、名古屋、あとはこの辺で言うと、まあ、中津川に泊まる予定は今のことしております。なるほど、これからね、どんどんと工事が進んでいって、一応開業の予定は2027年の予定ではしております。で、予定はしているということですのでね、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただきたいなと思います。さあ、クイズは以上でおしまいになりますが、最後小島さんから何かいつも利用していただいている皆さんにメッセージがあればお願いします。はい、今年はちょうど鉄道が開業して150年の記念の年になりますので、こういう時にですね、ぜひ多くの方にですね、電車を利用していただいて、電車の魅力を感じていきたいと、いただきたいと思います。はい、あの、ね、普段はこの金山の駅で駅員さんをしてらっしゃるということですので、またどこかで見かけたら小島さんの応援も、ね、はい、していただけたら、ね、ぜひ声をかけてください、ね。はい、では皆さん、本日は最後までクイズご参加いただきましてありがとうございました。そして小島さん、そしてドイカのひよこちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして今からのお時間は、トイカのひよこちゃんとの記念撮影のお時間を設けたいなと思います。あの、お一家族1枚でお願い。